さて、今月の12日に閉幕をしましたパリオリンピックですが、日本では海外開催では最も多い20個の金メダル獲得、話題になりましたけれどもね、はい、すごかったですね。こちらも金色でございます、はい、大田原市の中川水遊園では珍しい金色のアマガエルが展示されております。皮膚の色すべてが輝く金色、突然変異で生まれたアルビノの日本アマガエルです。足利市の方が夜の散歩中に見つけてくださったということを聞いてます。日本アマガエルは通常緑色で、体の色を作る黄色、虹色、黒の色素を調整することで周りの環境に合わせて体の色を変化させています。このアマガエルは何らかの原因で黒の色素が正常に働かず金色になったとみられます。生き物を見るとなんか元気をもらう感じで可愛かった。目の色が普通のカエルと違った。珍しいなって、なかなか見れるものじゃない、運が上がるんじゃないかなと、はい、いいことあると思います。このようなアマガエルは目立つため天敵に見つかりやすく、長生きできるものは多くないとされます。県内では年に1匹程度見つかることがあるといいますが、中川水遊園での黄色のアルビノのカエルの展示、2019年に行われて以来です。夏休み中ということもあり、水槽の周りは多くの家族連れで人だかりができるほど、多くの子どもたちにとって生命の神秘を感じるこの夏の思い出になりそうです。こちらに持ち込まれた時からですね、餌もちゃんと食べて元気にしてまして、一応8月いっぱいまでの展示を予定してます。たくさんの方に見ていただきたいなと思いますので、ぜひ皆さん足を運んでいただけたら嬉しいです。